ミスカレッジダンサーでは2020年関東で最も美しい女子大生ダンサーを決めます。ただここで言う美しいは世間一般的なミスコンで言われる美しいとは少し違います。ミスの皆様には夢や目標、なりたい自分を目指すためにミスカレでのコンテンツを通して自分、そしてダンスに深く向き合っていただき、人としての美しさをつかみ取っていただきます。規模は昨年度の17倍、昨年よりもより多くのサークルからたくさんのミスが挑戦してくれています。ミスの活動期間は約3ヶ月間、9月の1ヶ月間行われるセミファイナルと10月から12月の6日のグランプリまで行われるファイナル期間の2部構成となっています。この番組ではセミファイナル期間のミスの頑張る様子を皆様にお届けします。本日はセミファイナルの折り返し地点、ミスの皆様の成長度や努力量を計測するために最後のレッスンではそのクオリティではなく成長度のみだけを評価するオーディションを行います。今日のレッスンではそのフリーで行います。レッスンの最後には SNS 点のみだけを評価する中間発表を行います。この評価は直接最終審査に関わるものではございませんが、ミスのみんなが今どの位置にいるのか分かるものとなっています。バックとかロックとかオールドスクールってやっぱ楽しいっていうのがにじみ出るのが、まあ、一番グッとくるので、恥ずかしがらずにどん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 出してください。ソロ社員な自分を捨てていっぱい質問したりとか、ちょっとでももうこう殻を破って出れた子、それがこうパッとこう光って見えたというか、なんかこう出したなって見えた項目を選びました。アダットとアラタとアラタ、はい、3人どうぞ。素直に嬉しかったんですけど、フィードバックで楽しそうだったっていうのがいただいたと思うんですけど、すごい楽しそうなのすごい嬉しいんですけど、やっぱ技術では及ばないなっていう部分がちょっと悔しい部分ではありました。なんかずっとダンスだけを向上させようとしていた自分が、だけどこういろいろ自分の日常生活とか自分の未来像とかを考えた時に、自分自身をこう向上させてダンスとともにしたいなと思って、ああいうふうなコンテンツにしました。この2週間ですごいどれだけ打ち込めるか、まあクランプだけじゃなくて全部においてなんか努力を惜しまずに向き合えるかだと思います。気持ち的にはめちゃめちゃ嬉しかったです。具体的にはちょっと言葉にできないんですけど、なんか前回よりめっちゃ吹っ切れてた感じがして、自分自身がなんか先週までは本当にクランプが初めてだったから、その初めてだしみたいな気持ちが正直あって、それ出し切れてなかった部分があったんですけど、朝日さんが踊れなくてもかます力、かます気持ちが大切って言ってたのが結構響いて、それで変わった気がしました。かどうかを必ずずっと見て、苦戦してる子もいたんですけど、最後は振りも覚えられたので、それを2週間後ちゃんと練習してくることを期待しています。
イメージとかも変わってきちゃうからすごい音は聞き込んでほしいのと、あでもなんか自信を持ってる、あの前回は本当にもう持ってた時もこういう感じだったけど、割とこうちゃんと正面見て音かけっぱなしの時間時もなんか結構こう棒立ちじゃなくてみんなこう自分で踊ってたなって思うんで、なんかそう自分を出す感じは増えてるなと思います。直な気持ちは嬉しいです。先週のレッスンでも今日のレッスンでも一回もピックアップされなくて、でもやる気だけはめちゃくちゃあったんで、なんか何がいけないんだろうとかめちゃくちゃ考えて、一個前のレッスンでもすごい悔しくて泣きそうになったんですけど、ヒップホップは主ジャンでもあるのでとりあえず楽しもうって思ってたので嬉しかったです。すごいなって思うのはユイナさん、多分ガールズクラブ僕あ全部一緒かもしれない、すごいなって思います。みんな基礎をちょっと練習してきてるのが垣間見えたんですけど、やっぱり防具難しいのでもうちょっとみんな練習してもらえたらもう一発目のレッスンがすごい身になるので、大きく踊らないと後ろにいると見えないからもうアピールするつもりでやりました。防具がちょっと初心者なので前回結構全然できなくて悔しい思いをしたので、まあ、基礎をしっかり、今日も練習してちょっとそのビッグアップで、踊らせていただけてすごい嬉しかったです。されました、はい、ステップのダンスなんで足を動かすんですけど、そうなると結構リズムがなくなりやすくて、先週はその足の動きを覚えるのに精一杯だったんですけど、今日はそれが慣れてるんでそこにリズムが乗っかってきて結構そのやってほしい部分が良くなってます。あると言いたいですけど頑張ります。苦戦したのでこの1週間は自分でスタジオを借りて、あとサークルの同期の原さんの子からアドバイスとか練習方法を教えてもらって自分なりに練習してきました。今日多分ほとんど後ろで上げてたなんか背のスラってすごいスタイルに肩が入ってますけど、めちゃくちゃ見せ方とかも綺麗で、そうは思います。意識してます。なんか特に誰とかあんま意識せず、とりあえず自分が頑張ることを意識している気がします。もうやっぱり成人と比べて自分の色がしっかり出てきてるなって、すごいみんな一人一人それぞれいい部分が、はい、目立ってきたと思います。前回されなくてやっぱ応援してくれてるみんながいるのにちょっとされなかったっていうのが悔しかったので、今回リクエストしていただいてすごい嬉しいです。 HSP 所属なんですけど、
結構 HSD がいっぱい出てるんですよね、今回。やっぱその子たちもすごい上手だし、素敵な子たちなので、やっぱりその子たちと一緒に頑張ろうっていうのは。最後だけピックアップされない不安もすごい大きいので、2週間もっと自分の色が出せるように練習していきたいと思ってます。なんかいいなって思ったのと、目つきの変わり方、なんか先週よりもすごいしっかりしてる子が多いなっていう印象でした。あると言いたいところなんですが、私の苦手なフロアがあったのでやばいと思いながら受けてました。今回だったらブッチーとはるかさん、同じサークルの子が絶対いるんですけど、やっぱその子のダンスとかは結構チラッと見たりはします。スラちゃん、すごくないなと思ってます。すごいパックしていただいたのは嬉しいんですけど、なんか全然自分に納得したダンスができなかったので、来週までに絶対頑張りたいと思います。なっていうのがびっくりしました。振り付けとかも、まあ、基礎からつなげてやってみたんですけど、最後まで通せる子も多かったし、この1週間でその言ったことを意識して練習してきてくれたんだなっていうのがすごく見えたので、まあ、すごい頑張ってるなって率直な感じになりました。ブレイクは初めてで、先週教えてもらった基礎が本当に全然できなかったので、主ジャンのジャンディさんやブレイクをやってた友達とかに動画を送って教えてもらって、アドバイスもらって頑張りました。選ばれるようにめっちゃステップを練習してきました。前回の、ね、レッスンでステップから全然できなくて、なんでみんなできてるんだろうみたいなのがすごく悔しかったので、めっちゃ練習してきて、なのでステップのところはまあできたかなと思います。みんなそうですね。やっぱりみんな言われたことすぐできるっていうのは、私にはちょっとできなくて、あとやっぱ同じボイルドで出てきてる愛ちゃんって子がいるので、愛ちゃんに負けないように頑張りたいなと思います。それがすごくみんなあった、その成長が、それがすごく良かったし嬉しかったかな。表現力、自分出すっていうのを一応自分の強みにしてるので、それは今日の時点では出せたかなと思うんですけど、来週みんな絶対それもできてくるから、来週はそれをさらに超える状態にしておこうと思いました。やっぱ今日はピックもされたんですけど、マリコッチ本当に上手いし、もともとお友達だったんですけど、すごいいいライバルの存在になってます。まあ、勝手にですけど、ありがたいですね。気持ちは、前回鈴鹿さんがその気持ちとかメンタルの部分おっしゃってたので、そこは絶対重視して今日は臨んだ感じです。なんか、そもそも私これを出るって決めた時から他人をあんま気にしないようにしようと思って、自分の個性を絶対潰さないようにしようと思ってるね。全然ライバル視とかはしてないです。
こう自分を見せないとっていうオーラが多分1週間で多分意識で変わると思うんですけど、それがすごい変わってたなっていうとても感じました。自分の集団だからなんか一番その自分がやってきたことを出せるかなと思って、1回目はピックアップしてもらえなかったけど2回目でしてもらえてめっちゃ嬉しかったです。中間発表があるって分かってから、そのいろんな方が協力してあの広めてくださって、何百人もそのフォロワーさんも増えてすごいモチベーションにつながっているので、今日の結果も受けながらみんなに感謝しながら頑張りたいと。他の子たちのインスタとか見た感じ、結構すごい頑張って凝ってやってる感じするので、それに比べたらそういう活動はなんか自分まだまだだなと思ってる部分があるので、そんなに上の方じゃないだろうなとは思ってるんですけど、なんかこう2週間連続ピックアップしてもらえたので、そのダンスの部分はなんか今まで以上にこう自信持っていけるかなと思ってます。受けてどうしようと思ったんですけど、もう1週間ずっと体幹とかお尻の練習とかやりまくって、なんかあできるようにちょっと思ってるかなって思いました。憧れてるのは、はい、あのクランプの彩香ちゃんと、あとはワックのしずくちゃんですね。すごい上手だし熱意もすごいから負けてらんないなと思います。寝る前にをこうやって寝ながらやってたら、今日リカさんがみんな強くなってるよって言ってもらえたので、これからもしっかり練習しようと思います。結構つながります。やる気にもつながるし、初めてのジャンルも楽しいなっていう風に思えてきます。ミスカレッジダンサー2020セミファイナルの中間発表となります。確かに自分 SNS の活動は頑張ってる方だなと思ってたんですけど、
ど、もっと下の方だと思ってたのですごいびっくりしました。でもあんまりなんか嬉しいっていう感情はなくて、それよりもこの後抜かされないようにもっと頑張らなきゃとか、中間発表で1位だったからといって得点につながるわけではないので、引き続き頑張らないといけないなと思って気が引き締まってます。でもまあなんかフォロワー数的にもちょっと難しいなって思ってたんで、ファイナルに勝ち上がりたいっていうのはもちろんなんですけど、挑戦っていう部分が強いから複雑な感じはちょっとありますね。そうですね、インスタグラムはやっぱりでもフォロワーはしっかり増やしていかないとやっぱり大きいなって思ったんで、そこ頑張っていきたいと、でもなんかレッスンではまだ巻き返せる部分はいっぱいあるかなって思うんで、頑張っていこうかなと思います2週間。は絶対入りたかったんですけど、本当はもう少し上を狙っていて、ちょっとまだまだちょっと足りなかった努力足りなかったのかなと思って、でもまだあと2週間あるので頑張りたいなって思いました。なんかどうしたらもっといいねもらえたりするのかなっていうのをちゃんといっぱい考えて、でダンスもたくさん練習して、全然 SNS 自信がなかったので、40位に入ってると思ってなかったので、なんか驚きました。でも SNS よりは実力の方で上がりたい気持ちが強いので、練習頑張ろうって思ってます。ダンスを武器にしてるわけではないんです、ないので、結構インスタが結構大切になってくると思うので、私とこいつとかを大切にして投稿して、そっちで応援してくれる人を増やした方が自分はファイナルに進める可能性が高いのかなと思っているので、それを意識してます。自分らしさを出しながら自分が楽しんでいけたらいいかなって。なんか微妙だなって。いや、なんか結構そこまでいいですか、なんか稼ごう稼ごうって思ってやってたわけじゃなかったんですけど、なんかやっぱりいざこうやって数字に出されると、いや、なんかもうちょっとやっとけばよかったなとかいろいろ思う点はあって、やっぱり上位じゃないのは悔しいかな。結構最近投稿毎日できる限りやってるけど、なんかみんなに見てもらえるような動画投稿とか画像投稿してみたりとか、なんかみんなにちょっと宣伝してみたりとか、そういうので自分から動けるように頑張っていきたいなと思います。何も変わってなくて、なんかあんまり正直すごい緊張感とかもなかったし、なんかもう自分的にはもう最大限やってって今だから、まあこの後からまた頑張ってやっていくだけかなと思ってます。なんか何を頑張ればいいのか、フォロワー増やすのはもちろん大事だけど、それに伴ったいいね数も必要っていうのが、なんか結果がちゃんと順位が出て改めて分かって、なんかどうしよう、今後どうしようってめっちゃ思いました。結構周りのミスの子たちがもうダンス何年もやってきて、もともと上手い子ばかりの中で、すごいいろんな方から刺激をもらったので、上手い子とかもとの交流も増えたし、そういうのを踏まえて、自主練習をこれから頑張っていって、2週間後に講師の先生に自分の成功する姿を見せたいという気持ちで頑張ります。
たまに。だって結構今日は朝のクランプの時から結構ちょっとそういう気持ちがあって、なんか一週間結構やってきたけど、クランプの時にでも良かったよとは言ってもらえて、それでロック迎えて、ロックではピックアップしてもらえて、すごいなんか嬉しくて、結構テンション上がってたんですけど、実際そのインスタグラムの方で行くと40位に入ってなかったので、あんまりまだその上の方に行けてないんだなってこと分かって、なんか上がったり下がったりでしてて、だからなんかこうやって出ちゃいました。その、このいろんな不安な気持ちとかある中で、いろんな方が応援してくれたり、今も励ましてもらって、だからこそこの毎日練習続けて、ダンスの方でもインスタグラムの方でも上の方に行けるようにしたいです。